FIFA クラブワールドカップ UAE2017 総集編世界一の丸々全部見せますスペシャル。まだちょっと結果言えないんですけども。あ、結果言っちゃダメだ。そうなんですよ。初めて見る方もいらっしゃいますから。はいはいはい、素晴らしい試合になりましたね、これね。なるほど、見どころの多い、まあ、結果言えないんですよ。結果言えないそこが難しい、そこが難しいんですけども言っちゃダメなんですね、はい、まあまあお互いすごい試合で、そうですね、はい、これはもう見るべきですね。そうですね、はい、じゃ北田さん、言えないですよね。んですけども、どうですかこの試合、一言で言うと。いや、間違いなく世界一の試合じゃないですか。本当に内容の詰まった見どころの多い試合になりました、ね、守備がすごい攻撃だってことも分かっていただける試合になります。そうですね、はい、難しいですね、難しいですね。そうなんですよ。さあ、今日はですね、大会全試合の中から世界一の〇〇というテーマで、決勝の模様からクリスティアーノ・ロナウド選手のプレー、そして本田圭佑選手の挑戦などをご紹介していきます、うん、でもこれ見てる人は結果知ってるんじゃないですか、はい、その夜中起きてない主婦の方とかそういう方も出てますから。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。で、安全漫才のお二人は、はい、ボンさんがサッカー経験者。僕は実はサッカーなんですよ、はい、何やってたお前。僕はこの体型なんです。いや、違う違う違う、向かいで蹴りやすいですね。すみません、ダブルボランチの左です。ツーボランチの左です。ほんまか。フリーキックも僕やってました。フリーキック、はい、何系のボールを蹴る。僕結構バナナ系のやつ。バナナ系なんですね、はい、そうなんですよ、はい、ただみやぞんは野球ですよね。え、僕野球部です。サッカーはどのぐらいの知識があるんですか。サッカー僕は正直言っていいですか、好きですよ、はい、好きですよ。ボール系大好きですから。なるほどなるほど。全然僕サッカーついていけると思いますよ、はい、ただ僕頭世界一って言った後に歌頼んだら突然日本一って言った。突然君にスローインとかわからないこと言ってた。あそこもうコマーシャル入ってたし。そうです、生放送の怖さです。怖さちゃう、怖さちゃう。はいはい、いいですか。今日は歌でですね、大会をもう振り返っちゃおうと思いますので、はいはい、もう様々のために頑張りますんで、はい、せーの、やるぞやるぞやるぞ。何やねんそれ。何もひねりがないじゃないか。得意技ですね、得意技ですよ。得意技でございます。そしてさとみきちゃんは、まあ、はい、J リーグ応援マネージャーとして、はい、世界一決定の瞬間いかがでしたか。そうですね、まあ、はい、アジア王者として浦和レッズ戦いましたけど、初戦悔しかったですけど ね、はい、で、 すね。でも5位決定戦は本当に浦和らしい試合見れたと思いますし、うん、はい、やっぱりロナウド選手かっこよかったですね。やっぱ女性メロメロにしますからね、これ。本当に素敵でしたし、はい、まあ、この後、はい、素晴らしいワンシーンもお見せしたいと思いますので、うん、さんまさんも楽しみにしててください、はい、もう結果言っちゃダメです。そうですね、こういうぐらいしか言えないんですよ ね、フレッシュな気持ちで見てくださる方もいらっしゃいますから。わかります、どうなったんでしょうね、はい、どっちだったんでしょうかね、これ。さあ、今回の FIFA クラブワールドカップ世界一を決める決勝戦は、ヨーロッパ王者レアルマドリードと南米王者グレミオの対戦となりました、うん、はい、というわけでまずはこちら、世界一の瞬間ということでですね、まあ、全部見せますということで、僕も取材して準決勝の模様とともに世界一が決まった決勝戦をどうぞ。30万1000クラブの頂点へ、決勝のカードはヨーロッパ王者レアルマドリード対南米王者グレミオ、グレミオと北中米カリブ王者パチューカの準決勝。この一戦を手押しは現地で観戦。グレミオは本田中心の攻撃に手を焼くも、硬い守備でゴールを割らせない。守備すごいね、あれね、すごくですね。延長までもつれた試合は前半5分、右足のシュート、エベルトンの強烈な一撃でグレミオが決勝進出を決めた。盛り上がるサポーターを手押しが直撃すると、決勝はじゃあどうなると思いますか。一方レアルは浦和を破った開催国王者アルジャジーラとの準決勝。試合はまさかの展開に。さあ、チャンスだ、ブスター、ロナリーニョ、嘘だろ、ロナリーニョ、ロナリーニョ、ロナリーニョ、決めた、嘘。先制を許す苦しい展開も、流れを変えたのはやはりこの男。
後半8分。いやーマジか、来た。モドリッチ縦のワット。ロナウド。いやーさすが。さすが。さすが占領役者。占領役者ロナウドが同点ゴール。さらに後半36分。そしてルカスバスケス。途中出場のベイルがファーストタッチで決勝ゴール。史上初の連覇へ、レアルが逆転で決勝へ駒を進めた。試合後、なんとレアルのジダン監督に単独インタビューできることに。2人やって、次やって、いやもう一戦一戦の勝負だよ。ここ憧れの存在に緊張を隠せない。そしてついに、今回の決勝のグレミオ戦に向けて何を修正して、そしてどんなサッカーを見せてくれますか。tenemos como siempre nosotros tenemos que mejorar el gremio es otro equipo de otro nivel y bueno vamos a tener que hacer un buen partido para ganar esto lo sabemos pero bueno thank you so much レアル初の連覇かグレミオの初制覇か世界一の瞬間全部見せます。 FIFA クラブワールドカップ UAE2017 決勝、いよいよ頂点を決める戦いが始まります。レアルマドリードはエースクリスティアーノ・ロナウドをはじめモドリッチ、イスコなど現時点のベストメンバー。対するグレミオは序盤から激しいプレスを仕掛けます。あっと倒されました。激しく行きました。倒れ込んでいるのが7番のクリスチャーノ・ロナウドです。さらに前半10分、ここでレアル奪ってよいしょ。しかしここはよく読んでいました。キャプテンジェロメウが決定的なパスを許しません。しかし前半17分、激しいプレスに苦しんでいたエースが見せます。クロス、ラミーゴ、ロナウドない、ロナウドのシュート。クリスティアーノ・ロナウドがようやく1本目のシュート。ここからレアルの猛攻が始まります。その3分後、そして中に入れてくる。あーうまいな。このマークはミシェル、ね、ミシェルは向かった、クロスが入ってジェロム、カルバーのシュート。このシーンですが、北澤さん、このレアルの攻撃いかがですか。いやすごいですよね、はい、戦いながらこう攻撃をしているという感じもあったんですけども、それよりもこのディフェンスですよね、はい、画面いなかったのにちゃんとコースに入ってくる、この辺の守備能力やっぱグレミオはすごいですよね。最後の最後やらせないですよね。必ず人数が少なくなることはなかったですからね、はい、うん、それでもレアルは攻めます。イスコへ、イスコ前を向いているイスコのシュート。さらに前半24分、モドリッチ前を向いている、モドリッチが前を向いて左足のシュートを打ってきた、わずかに枠の右。モドリッチが鋭いステップからシュート。猛攻を仕掛けるレアル、1点が遠い。防戦一方のグレミオ、しかし前半26分、ようやくチャンスが。エースルアンのドリブルにカゼミーロがたまらずファール。フリーキックのチャンスに蹴るのはエジューソン。風はレアルのゴールに向かって吹いています。エジューソン打ってきた、枠の右。40メーターぐらいですよね。いや今のがグレミオ1本目のシュート。グレミオ初めてのチャンスを生かしきれず、するとまたもレアルが反撃。ベンゼマまだチャンスだ。北田さん、このシーンもこのグレミオのディフェンス素晴らしいですよね。いやよ打ってもよかったんですけどもね、はい、この切り返したところが、あるんですけど、必ずこうディフェンス来ますからね。これ
フォワードにとっては強烈なディフェンスじゃないですか、さんまさんね、これロナウドだからかと切り返したんですね。ですよね。グレミオの攻守に阻まれたレアルでしたが、その直後にフリーキックのチャンス、蹴るのはもちろんこの男。うわ、いいアングルだなこれ。またこの舞台でロナウドがゴールを決めるでしょうか。狙ってきた枠の上。さんまさん、このロナウド選手のフリーキックも見せてくれましたね、これ。だからここ数年ね、あまりフリーキックが入ってないと北澤さんと喋ってたばっかりで、はいはい、でこれもう入らないんじゃないかなと思ったら欲しいシュートだったんですよ、最近ではね。そうですね、割とこう近めに行ってましたよね。近めに行ってましたからね。両チーム得点を奪えないまま前半を終えました。クラブ世界一へ、運命の後半45分、レアルマドリード連覇か、グレミオ初制覇か。後半試合の主導権を握るレアルは後半6分、モドリッチの突破から、マルセロ、カゼミーロからロナウド。しかしここは枠を捉えることができません。さらにその1分後、ロナウドの前にボールが渡る。ロナウド切り返す、またいで、またまたぐ、ロナウドが倒され、絶好の位置でフリーキックを獲得。キッカーはもちろんエース、クリスティアーノ・ロナウド。さあロナウド枠に蹴る、先制はレアルマドリード。そのフリーキックで、さんまさん、はい、ロナウド選手、これ、ね、点取りました。点取りましたけど、後でこのフリーキックを北澤さんにね、ちょっとゆっくり解説してもらいましょう。なるほど、すごい話が聞けますよ、今日は。これ避けてますよね、やっぱね。そうですね、狙ってるんじゃないかなと思いますけどもね。やっぱりこういう時に決めてくれますよね、かっこいい。マスターは決めるんだよね、当たり前のように決めますからね。さらにレアルは後半13分そしてベンゼマの前に、ベンゼマヘディングで落としたところ、もう一度ロナウド。しかしここは惜しくもオフサイドの判定。ロナウド幻のゴールに終わり、追加点はなりません。後半14分今度はセルヒオ・ラモスがドリブルで上がってクロスを使う。この辺 この縦パスもどんどん入れるようになってきましたね。ゼロ1対0だから。そしてモドリッチ、うわこれきついわ。ディスコ、簡単にパスが回ります。中央にはロナウド、ベンゼマ、誰を使うか。モドリッチ、アウトサイドのパス、まだキープしているか。ロナウドの前にボールが転がってヒールのシュート。試合は完全にレアルペース。後半20分、モドリッチ、モドリッチ、モドリッチ、ドリブルからのミドル。モドリッチの強烈ミドルはゴールキーパークロエのファインセーブに阻まれます。そして後半34分、レアルはベンゼマに変え、ウェールズ代表ベイルを投入。すると3分後、変わったばかりのベイルからチャンスが生まれます。さあセルヒオ・ラモスが上がって、クリスチャーノ・ロナウドが前を向いてシュートを打つ。クロエ止める。さらに後半38分、ベイルが見せます。さあまたベイルです。準決勝途中出場、ファーストタッチでゴール、そのベイル、アウトサイドで打ってきました。さんまさん、左アウトです。これが昨日も話題になりました、はい、わざわざアウト、はい、ですね。スタジオ大盛り上がりでしたからね、このシーン、ね、ーすごいな。これ打ったってキーパーもやっぱ遅れるもんね、一瞬、ね、これ右で打つと思いますもん ね、 ね、人としてはまさかですよね、左のアウトで打ってくる。左のアウトで速い球打てるって。追いつきたいグレミオは後半40分。さあそのグレミオの魂、
ガウショ魂を見せられるか、抜けられるか。レアルの堅い守備を崩せず、シュートまで至りません。そして30万1000クラブの頂点に立ったのはヨーロッパ王者レアル・マドリード。史上初の大会連覇を達成、3度目のクラブ世界一に輝きました。Porque Madrid nunca ganó cinco trofeos en un año y Zidane nos ha dicho eso y así que ponemos las pilas y yo pienso que hicimos un buen partido y somos justos vencedores. Calidad, carácter, unidad, lo que es más importante y no, increíble cuando has dicho ahora esto, todos los títulos es algo inolvidable. Muy contento, hicimos un gran partido, un partidazo de la parte de todos. Yo creo que está demostrando que es el mejor del mundo y ya está. Yo creo que en el momento clave del partido, del momento clave que cuando son las finales, siempre aparece Cristiano. はい、というわけでサッカークラブ世界一はヨーロッパ王者のレアル・マドリードにさんまさんなりました。ねえ、はい、もう結果言っていいんですね。もう大丈夫です。今ご覧いただきましたから、何でも OK です。昨日ね、あの帰りグレミオの気持ちに、選手の気持ちに帰ってしまったんですよ、はい、だからフリーキック1本しか打てなかった、ね、あと0本のサッカーって、はい、あのサッカーやってる人間としてすごい重い気持ちで帰って行、はい、ったんですよね、はい、で寝れなくて、はい、テレビつけたらウォーキングデッドとかやっててまた暗い。血まみれじゃないですか、もう画面の中では。寝たの8時ぐらいでした。いや寝てください、寝不足じゃないですか。グレミオには同じサッカーやってて、はい、ゼロ本って、はい、悔しいでしょうね。やっぱりね、北川ね、試合通じてあのチームが一本も打てなかったんで。そうですね。なんと選手としてはレベルの選手ですもんね。満点王者ですからね、はい、まあ、守っただけで終わったところがありますよね。ですからやっぱレアルに守られちゃうと何も隙がないっていうことですね。昨日分かりましたからね、はい、それでみんなスタッフも言ったんですけども、はい、なんでもっと後半5分ね、はい、もっとどんどん放り込まないんだろう、はい、なんでだろうとか言ってたけど、放り込めないね、あれ。そうそう、放り込めないって謎ですよね。切られてましたからね。そうそう、なんでだろうって、はい、それお前グレミオの選手も分かってやるでって、こう説教させたのお前ね、サッカーうまいわ。分かってるわ、何秒じゃないですかね。そうやね、はい。